武田塾チャンネルから皆様へのお知らせです。動画投稿の時間が変更になります。今まで21時だったのが、これから18時に動画が投稿されるようになります。ぜひこれからもよろしくお願いします。武田塾チャンネル。局長の名残です。お茶水本校校舎長清水です。この動画をご覧の皆様、グッドボタンのチャンネル登録よろしくお願いいたします。お願いします。早速本日の質問なんですけれども、高校 1,2 年生は共通テストの同日受験予備校とかやってるやつですね。これは受けといた方がいいでしょうかと。いや絶対受けるべきでしょもう絶対やった方がいいよ、はい、受けましょうと。これはなんでちなみに高1高2で早いうちに受けといた方がいいんですか？予想以上にできないから本番、実力とかもそうなんだけど、はい、やっぱ時間経過がすごい早くなったりとか、緊張感とかね、やっぱ同日受験と本番はやっぱ違うんだけど、多分浪人生は分かると思うんだけど、現役で受けた時空気重かったと思うんだよねまあそれこそ大学受験基本全員初めてなわけで、それこそ高校受験もしてませんとかになると、あの空気感に急にねさらされると、おガチガチになっちゃったみたいなことはありえます。本番は結構ね、はい、期待を裏切ってくる、はい、なんていうかセンター試験の時からそうなんだけど、なんかみんなセンターは簡単だとか、はい、なんかこう両問だみたいな、はい、感覚を持っている人結構多いんだけど、もう国語なんて毎年のように文句言われるし世の中そんな甘くないってことを本番を見て知っておくべきだとは思うんですよね。同日受験に消極的な、高校1、2年生がいるとしたら、だってまだ実力ついてないしみたいなところが大きいかなと思うんですけど、実力がついてなくても受けるべきですか？だって本番は実力ついてなくたって受けなきゃいけないんだから、確かに1年後にこれをやるんだって意味で受けといた方がいいと思うよ、はい、それなんていうか、今の自分じゃどの程度しかできないのかっていうのを把握するって意味でも、本番に近い形で受けるっていう意味では、やっぱ模試よりもこれは本番じゃんっていう話なんで、共通テストを受けるっていうことは漠然と、ゆくゆくっていうのは思ってたとしても、実際解くのとそう予定してるのと全然違うわけですよね。だし、正直別にボコボコにされてもいいとは、それはそれで思うので、こんなに長文めっちゃ読まなきゃいけないんだみたいな感覚を持ってもらうだけでも、やらない場合に比べて、勉強の普段のプラスにはなるかなっていうのがありますね。本番経験してるってでかいと思うんですよ。これはその浪人時で現役で受けておいた方がいいっていうのもそうだし、同時受験を高1高2受けた方がいいっていうのもそうだけど、やっぱね、本番想定の模試を受けるのと本番受けるのはやっぱ結構違うとは思うんですよねなるほど、そこはもう年に1回その日にしかできないっちゃできないイベントっていうんですかね、はい、機会っていうのは有効活用した方が、そうじゃない場合と比べて基本プラスに働くんじゃないかなってことですかね。特にね、今年なんて共通テスト一発目だからさ、確かにどれだけ裏切られるかっていうのを知っといた方がいいと思う。そうですね。そんなに自分にすごいこと起きないんだなっていう、そうなっても大丈夫なように実力をつけておいてれば、現役生でも全然乗り切れるんだけど、でも許してくれないからみんなどこの入試もそうだけど、やっぱり、落とすための試験だから、どっかでやっぱその自分自身が甘い考えを持ってたら叩きのめされるっていうのは知っといた方がいいっていう意味で、やっぱ本番受けといた方がいいと思いますね。今回の質問、高校1、2年生ということで、次受験生とか、次の次受験生とかっていう人も多いと思うんですけども、そこを早めに知るだけで、やっぱりゴールが見えるのが全然違うかなとは思うので、何してくるか分かった方が何してくるか分かんないより絶対楽だからそうなので、予定が合う高校1、2年生は同日の、各予備校がやってると思うので、あと学校でも解いたりするんですかね、ぜひ受けてもらうと役に立つんじゃないかなと思いますので、おすすめいたします。今回は以上です。先日、私高田が武田塾札幌校へ行ってきました。札幌校の渡辺先生、とても素敵な先生でしたし、教室の雰囲気もとても良かったです。札幌校の紹介動画上がってますので、ぜひ皆さんご覧ください。